本日ご紹介するギターはこちら、ヘッドウェイ HD2016 カスタムバインのご紹介です。2016年に製造されたモデルです。このギターは2015年百瀬康雄さんが信州の名工に選ばれた時に製作された世界でたった1本のみの特別モデルです。今まで数多くのヘッドウェイのギターは使ってきましたが、このギター群を抜いて本当に素晴らしいギターです。使ってる材、装飾、そしてサウンド、どれをとっても最高級と言っても過言ではない、そんなギターです。百瀬さんが私たちに残してくれたこの素晴らしいギター、これから皆さんと一緒に見ていきましょう。本題の前にお知らせがあります。青春を取り戻す還暦親父のギターレビュー絶賛発売中です。詳しくは概要欄からどうぞ。ではこのギターのスペック、コンディション、サウンド、プライス、ご購入方法をギュギュッとまとめてお送りします。ボディ形状おなじみのドレッドノートタイプ、塗装はオールラッカーですが、ただのラッカーではございません。新ラッカーという塗装が施されています。この新ラッカーというのは通常のラッカーと比べてさらに薄く塗られております。それによってさらになるような仕様となっております。トップ材アリドンダックスプルースです。ご覧ください、この整った綺麗な木目、素晴らしい材を使用してます。このアリドンダックは通常のシトカスプルースと比べますと木目がやや幅広というのが特徴です。このアリドンダックスプルース、粘りっこい低音というのが特徴です。サウンドレビュー楽しみにしておいてください。そしてサイドバック、ブラジリアンローズウッド、ハカランダです。いかがでしょうか、このハカランダの木目、素晴らしいですね。最上級の材を使用してます。色も濃いめで高級感もあります。ネック、ホンジダスマホアニー、シバンとブリッジはエボニー、スケール 645mm のロングスケール、ブレーシング、ノーマルシフトのスケロップデックスブレーシング、ナット幅約 43mm で、シェープは薄くもなく太くもないソフト V シェープです。では装飾見ていきましょう。ペグは5等のオープンバックのゴールド、ヘッド裏にはヘッドウェイギターズの刻印が入ってます。ヘッド付き板はハカランダ、そしてパーフリング、ご覧ください、細かな木製の装飾が施されています。そしてヘッドから指板、ピックガード、ブリッジサイドにはフラワーのインレイ装飾が施されています。この指板につきましてはツリーオブライフとも言います。よく見ますとツルの部分がアバロン貝で、花びらやつぼみはシロチョウ貝で施されています。そしてこのお花の種類、定かではございませんが、もしかしたら長野県の花でもありますリンドウかもしれません。お詳しい方がいらっしゃいましたら、ぜひコメント欄にお寄せください。このインレイのデザインはこのギターだけに起こされた特別なデザインだそうです。指板サイドにも木製の装飾が施されています。ピックガードは別光柄で塗り込み式です。ブリッジピンは象牙を使用しています。ロゼッタには二重のインレイ装飾と、パーフリングにもインレイ装飾が施されています。サイドバックのパーフリングには木製の装飾が施されています。バインディングはすべて木製です。表板の裏側には百瀬さんの直筆のサインが入っています。いかがでしょうか、豪華さの中にもやや控えめで、そして品がある百瀬さんらしい素晴らしい装飾ですよね。ギターというより美術品、芸術品といっても過言ではない素晴らしい一品です。では大切なのがコンディションです。この動画では先にマイナスポイントをお伝えしますが、今回のこちらのギター、マイナスポイントはほとんどございません。多少の小傷、磨き傷といった使用感は若干見受けられますが、目立つような大きな傷、ダメージ、リペア歴はございません。こちらのギターはワンオーナー品となっておりまして、前のオーナー様が大切にされてきたそんなギターですので、備品好きな方にもおすすめです。ストラップピンの増設やピックアップの取り付け跡はありません。買取させていただいた時ナットが消耗してましたので、このナットのみ当店で新規交換しております。オリジナルのものも残っておりますのでご安心ください。フレットは8割以上残っております。透明リフレットの必要性はありません。ネックのコンディションも抜群です。まっすぐで元を決まりません。トアスロットにも余裕があります。弦高は12フレット6弦側、約 2.3mm、1弦側は 1.5mm と、標準よりやや低めのセッティングです。サドル算もまだ十分にありますので、お好みで弦高調整が可能です。以上の内容から、外見のみならず、プレイアビリティも大変良好な個体です。
当店で販売するギターはすべて厳しい基準をクリアしたものしか販売しませんので、このプレイアビリティに不安を感じる方にも安心してご購入いただけます。ではサウンドレビューです。トップにはアリドンダックスプレス、そしてサイドバックにはハカランダ、最高級材をふんだんに使った百瀬さん特製のスペシャルなギターです。一体どんなサウンドがするんでしょうか。じっくりとお聞きください。どうぞ。ありがとうございます。いかがでしたでしょうか。本当に素晴らしいサウンドだな、この一言に尽きると思います。とは言っても皆さんに特徴を伝えないといけませんので、少しだけ解説をさせていただきます。まずこの低音から聞いてください。深いです。
大晦日の除夜の鐘のような、そんな重厚感っていうのがしっかりと伝わってきます。ただこの低音ぼやけてないんですよ。しっかりとシュッと粒立ちがいいというか、芯がある音色ですよね。シャッキリしてる、スッキリした感じがあります。この辺がやはりこのメイドインジャパンならではの、そんな繊細さかもしれません。そして中高音です。この14インチ音のきらびやかさ、そしていつまでも鳴りやまないロングサスティン、そのあたりじっくりとお聞きください。美しいです。もう本当にいつまでもこの耳に残る心地のいい音色、素晴らしい中高音だなと思いますよね。そしてこのハカランダならではです。このパワフルさ、迫力さ、一般的なインディアンローズウッドには出ないサウンドですね。その要因としてはこのハカランダはもちろんなんですけども、このトップ材のこのアディドンダックスプレス、そしてこのスキャロップドブレーシングっていうのが相まったこの音色じゃないかなと思います。ちょっと弾いてみます。本当に素晴らしい音色だと思います。すいません、ちょっと語彙力がなくて、ね、もうこの音を聞いていただければ感じていただけるんじゃないかなと思うんですけども、実はですね、毎回なんですけども、この動画を撮るときというのはある程度の台本っていうのを作ります。まあ、この台本っていうのはどういうことかというと、まあ弾いてみて、まあ、この音の特徴だったりとか、どうやって伝えれば皆さんにより伝わりやすくなるか、そういうことをまあ考える時間っていうのがあるんですけども、まあこのギターもいつものようにですね弾いてたんですよね。そしたらですね、泣けてくるんですよ。今までたくさんのアコースティックギターは使ってますけども、泣けてくるギターっていうのは本当一握りなんですよね。でなぜだろうなっていうふうに思ったんですが、やっぱり百瀬さんの思いが詰まってるからだと思います。僕は百瀬さんとお会いしたことがないんですけども、映像だったりとか、まあ、文献を見させていただくと、すごく控えめな感じ、おしとやかというんですかね、俺だ俺だと前に出るようなタイプではなく、一歩下がったところで愚直にコツコツとずっと積み上げてきたような、そんな方なんじゃないかなって思うんですよね。でそんな方がこの2015年に信州の名工に選ばれた時、これは推測なんですけども、百瀬さんはもしかしたら、いや俺なんてみたいな、とんでもないとんでもないみたいな、なんかそんな感じだったんじゃないかなと思うんですよね。その控えめの中にもめちゃくちゃ嬉しかったと思うんですよ。わあ今まで頑張ってきてよかったなって、今までたくさんのギターを真面目にコツコツと作ってきてよかったな、そんな嬉しい思いでこのギターを作ったんじゃないかなと思うんですよね。ここにあるギターたちも多くの工程が人の手で作られてきたと思います。それぞれに思いというのが詰まってると思うんですけども、特にこういったカスタムギターというのは、百瀬さんが0から10まで全ての工程を思いを込めて一つ一つ作ってきたわけじゃないですか。ですのでより百瀬さんの思いというのが詰まってると思うんですよ。で僕はね、百瀬さんとお会いしたことはないんですけども、なぜかこのギターをこうして弾くと、なんか百瀬さんに触れたような、百瀬さんとなんか会話をしてるような、そんな感覚にもなります。ということで泣けるギターです。本当に素晴らしいギターだなと思いました。
百瀬さんは今まで何本のギターを作られてきたか分かりませんが、この日本中、この世界中には百瀬さんが魂を込めて作ったギターがあって、それぞれのオーナーさんがそのギターを弾いて素晴らしい素敵なギターライフを過ごされてると思うんですよね。百瀬さんは亡くなってしまいましたけども、そうやってギターだけがちゃんと残って、形として残って、多くの方を幸せにしてるということは、本当に百瀬さんにとっても喜ばしいことだと思います。このギターもその中の一本です。ということで皆さん、このギターの音色を聞いていかがでしたか？ぜひ感想ですとかご意見がありましたらコメントを寄せください。百瀬さんもきっと読んでくれると思います。楽しみにしてます。ではプライスの発表です。こちら2016年製ヘッドウェイ HD2016 カスタムバイン、プライスは165万円税込みでのご提供です。いかがでしょうか？百瀬さんが信州の名工に選ばれた時に制作された世界でたった一本のみのスペシャルなギターです。今回の価格は当時販売された定価でのご提供になります。ぜひ百瀬さんが大好きな方、今回の動画を見て心が震えた方、これぞ一期一会のギターです。これを機会にご検討ください。ご購入のお問い合わせ先は当店の LINE、メール、お電話で受けたまります。在庫状況は動画概要欄、コメント欄にありますので、そちらを確認されてからお問い合わせください。お支払い方法は現金、銀行振込、クレジットカード一括払い、アプラスショッピングローもご利用いただけます。別途送料はかかりますが、全国通販も受けたまります。お問い合わせお待ちしております。ということで本日の動画いかがでしたでしょうか？ぜひ動画の感想、ご意見がありましたらコメントいただけますとすごく嬉しいです。励みになります。そしていいねの高評価ボタン、チャンネル登録もポチッとお願いします。皆さんにお知らせがあります。当店は各 SNS 配信してます。この YouTube、LINE、Facebook、Instagram、X、スレッズ、ぜひご登録していただいて当店の新着情報ゲットしてください。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。当店にはまだまだ販売を控えているギターがたくさんあります。本当に素晴らしいギターばかりです。次はどんなギターを販売するのか楽しみにしておいてください。ここで最後にもう一つ皆さんにお知らせがあります。こんな方いらっしゃいませんでしょうか？オットリーヤのページを見るといつも売り切れ、欲しかったギターを買い損ねた、どうやったらギター買えるんだ、そんな方に朗報があります。 YouTube のメンバーシップを始めました。このメンバーシップにご入会していただきますと、一般の方よりも先に次に販売するギターの情報をお送りしております。具体的には何月何日の何時から何時ぐらいまでの間にこのギターを販売しますよという限定の動画をお送りしております。そのギターをお探しだった場合、欲しいなと思った場合はその時間帯にスタンバイしていただいて、配信されたらすぐにお問い合わせいただければご購入できる確率がアップします。実際にですね、このメンバーシップを始めてから半数のギターメンバーの方にご購入していただいております。ですので今アコギをお探しの方はぜひこのメンバーシップへのご入会ご検討してみてはいかがでしょうか。それ以外にもたくさんの特典があります。10万円から30万円台ぐらいのおすすめのギターの優先販売、オットリーヤのイベント、オフ会ですとかギタークリニックの優先案内、月に一度行われるメンバーさん限定の YouTube のライブ配信、普段の動画では話すことができない私中澤の〇〇な話などなど、たくさんの特典がありますのでぜひご検討してみてください。費用は月額490円になります。生中1杯分の価格です。実は私大のルービー好きでございます。
このメンバーさんの中には中澤いつも一人で頑張ってるな、よし俺が月に一杯お前にルービーをおごってやる、その代わりこれからもたくさんいいギター紹介してくれよな、という応援の意味も込めてご入会していただいている方もいらっしゃいます。本当にいつもありがとうございます。そんな感じで応援の意味も込めてご入会していただくともうめちゃくちゃ嬉しいです。よろしくお願いします。詳しくはですねこの下にメンバーになるというのがありますのでそちらの方からご確認ください。皆さんのご入会心からお待ちしております。ということでまた次の動画でお会いしましょう。本日もご来店ありがとうございました。だからできるできるできる。